今日ですね、このようなとこに来てます。八幡岬公園勝浦ですね、千葉の勝浦に来てます。これが一応勝浦の観光マップになってます。それではレッツゴー。これを通り抜けていくと、ああ景勝地ですね。いやかなり潮が引いてますね。綺麗ですね。いや綺麗なとこですね。え向こうも正面に海中公園が見えますね。こっちですね。それでは行ってみますか。あ、本当だ。ここね、多分釣りできるんだよ、満潮の時は。磯遊びできるんじゃないの。鳥居が見えますね。あれがですね、鳥居です。こっちにあれですね、勝浦城の跡。本当だ、勝浦城の跡って書いてありますね。楊柱夫人誕生地というところですね。これが勝浦城跡の説明になります。これが現在地。あの磯にはどうやって降りたんですかね。なんか行けるみたいですね。それでは上に行ってみます。結構あるのかな階段。じゃあゆっくり、もう年寄りなんでゆっくり行きます。休憩。そろそろ着くかな。わあ、結構開けてますね。いや気持ちいいですよ。風が気持ちいい。風が気持ちいいですね。養獣院おまんの方、おまんの方、徳川家のあれですね、方みたいですね。光圀のおばあちゃんだって。光圀のおばあちゃんで、この方がおまんの方です。はい、じゃあおまんの方に以上です。礼をして登らせていただきます。
あれが勝浦灯台かな。あれが勝浦灯台ですかね。いやー、すごいな。生けすがあるよ、生けすが。生けすがある。水平線が、いや今日気持ちいいな。正解だな今日。よいしょ。これ来たよね。向こうなんか公園があるって言ってた。そうか、こっちから行ったら帰れないのか。あ、本当だ、階段がある。そうか、こっちから来たのか。鳥がですね、私たちの前にちょこ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 、なんていう鳥ですかね。全然あれですね、警戒してないですね。じゃあね、バイバイ。飛び立たなかったね。はい、戻ってきました。一応ですね、こうやって見る限り釣りは OK みたいですね。ただ、竿釣り、手釣り、玉編み、すくい式、手編み、とわみは OK みたいですね。とわみも OK なんだ。船を使用してはならないとなってます。